こんにちは、フェルナンドこと竹谷です。現地旅行会社クスール・ボヤージュさん主催の砂漠ツアー2泊3日の2日目です。参加者は7人でラクダに乗ってキャンプ地に向かいます。ラクダの上から夕日を見て、でも暗くなってもまだ着きません。それではどうぞ。3月24日、ワルザーザートのホテルです。プールもあるそれなりのホテルです。ただコンセントがありません。テレビの線を抜いて差し込むも電気が来ていません。充電できません。朝食はベルベル風の天幕がかかった食堂です。朝食は贅沢言えばキリがありません。コーヒーとパンがあればいいです。ホテルの前の通りです。7人のツアーですが、3カ所に分かれて泊まりました。他のメンバーを拾って砂漠に向けてやらやら。ワルツアザートにあるタウリルトのカスバにちょっと立ち寄ります。明後日また来ますので、今日はこのくらいにします。本日の行程はワルザザートを出発し、トドラ峡谷で昼食をとり、メルツーガへ向かいます。そこまで 350km です。そこでラクダに乗り換え、夕日を見ながらキャンプ地へ行きます。荒野をひた走ります。ケラでムグーナでトイレ休憩ですが、何か岩山があります。岩山からの町の眺めです。北の方面でオアシス都市といった感じでしょうか。ポーズを取る運転手と女性参加者です。カスバ街道と言われるだけあって、次から次とカスバの町が出現します。ちなみにですが、この4区トヨタのランドクルーザーです。ちょうど8人乗りです。トドラ峡谷へと脇道に入りますが、ここにもカスバがあります。トドラ峡谷はワルザーザートと砂漠のメルズーガの中間地点です。峡谷だ。モロッコでこの風景を見れるとは思ってもいませんでした。車は先に行きます。私たちは峡谷を散歩しながらレストランに向かいます。こんな峡谷も久しぶりです。運転手さん、まだかと待っています。多くの観光バスやらがたくさん集まっています。目当ては峡谷のレストランです。天幕がベルベル風で、この地域これで統一されているのでしょうか。今日はクスクスです。食事を済ませ、さらに峡谷の奥に行ってみます。あっけなく峡谷は終わってしまいます。峡谷の先は普通に岩山が続きます。そしてまた荒野をひた走ります。2時間おきに休憩します。ヤギの群れが道路を横断します。ここを左折してメルズーガに向かいますが、舗装道路はここまでです。4区だからできるのでしょう。本当に道なき道をガンガン飛ばします。砂煙をもうもうと立てます。見えてきました、シェビ大砂丘です。シェビ大砂丘は人の住んでいるところから一番近くにあって、旅人が比較的容易にサハラに足を踏み入れられるところです。これからラクダに揺られてキャンプ地へ向かいます。この砂丘の向こうにキャンプ地があるという。もう何組かが砂漠に向かっています。ラクダに乗れて楽しそうです。これでクスールボヤージュの運転手さんとも明日までお別れです。私の後ろに4人います。私の前に2人で7人連なって歩き出します。
夕日に照らされて砂丘にラクダの影が映ります。ちょうど7つの影が映りました。下りに力が入ります。というか意外に乗り心地が悪い。変な筋肉に力が入って筋肉痛になりそうです。当たり前ですが砂丘以外何もありません。周りすべて砂だらけです。砂丘を存分に楽しんでください。今まで来た道です。他のお客さんがラクダを降りています。そうです、砂漠に沈む夕日を見るためです。このためにこのツアーに参加したようなものです。ラクダさんも見入っています。太陽の下が砂丘にかかりました。アップにしてみます。砂漠に来てよかったと思う瞬間でしょうか。日が沈みました。若い人たちは砂丘を転げ落ちます。こんな体験砂漠ならではです。ベルベル人のラクダ引きのお兄ちゃんもピースです。1時間くらいラクダに乗るとは聞いていましたが意外ときつい。もう40分もいられています。日が沈むと暗くなるのも早いです。ここで半分であと暗い夜道を50分いられることになりました。人工の光はありません。漆黒の闇の中をただ揺られるだけです。ただ上を見ると星が綺麗です。明かりがやっと見えてきました。結局100分かかりました。絶対明日筋肉痛です。キャンプとはいえ食事はベルベルのお兄ちゃんが作ってくれます。ワインは持ち込みました。こういうところで食べるタジンもまた格別です。キャンプファイヤーが始まりました。キャンプファイヤーを囲んで太鼓の演奏が始まります。常設のテントのようです。覚悟はしてきましたが意外に心地よい。下はすぐ砂です。キャンプとはそういうものですけれどもね。星が降るとはこのことを言うかもしれません。このカメラではこれ以上無理です。もうすっかり疲れてお酒も入ったのでもう寝ます。明日は朝日の砂漠を見ます。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。